宮古野城駅は宮崎県宮古野城市栄江町にある九州旅客鉄道の駅である。事務官高度は94万511。本校では駅周辺にある日本貨物鉄道の施設である宮古野城オフレイルステーションについても記述する。宮崎県南部の主要都市である宮古野城市の代表駅で全列車が停車する。 日方本線を所属線とし、当駅が終点である、キット線を加えた2路線が乗り入れている。特急、霧島のうちより1本が当駅終着で運行される。ほか、日方本線の普通列車のうち、主に、鹿児島中央駅方面からの一部列車が、当駅折り返しで運行されている。なお、都の城市の中心部には、隣の西都城駅の方が近く、 宮崎駅方面からの普通列車も大半が西宮古の城駅折り返しとなっている。宮古の城の町に最初にできた駅が当駅である。当時九州の南側に伸びる唯一の鉄道であった鹿児島本線の吉松駅から宮崎方面に向かう宮崎線の終着駅として1913年に開業した。1914年に宮崎線は三又駅まで延伸し、 1916年に、青井学駅と清武駅の間の開通をもって、吉松駅から東駅を経て、宮崎駅まで線路がつながった。1923年に、小倉駅から都城駅を経て、吉松駅までが、日報本線とされた。当時は、都城と鹿児島方面は、吉松周りで結ばれていたが、宝部経由で短絡しようという機運が高まった。そして、 1932年に都の城と早戸を直結する路線が全通した。このことを受けて同じ日に、小倉駅から東駅、西都の城駅、早戸駅を経て、鹿児島駅までが日豊本線となり、東駅から小林駅を経て、吉松駅を結ぶ路線は、キット線として分離された。なお、渋志線は、東駅からではなく西都の城駅からの路線に変更されている。 駅舎に接する単式ホーム1面1線と、島式ホーム2面4線の、計3面5線及び、複数の留置線の設備を有する地上駅で、夜間大白もある。駅舎に接する単式ホームが1番乗り場、島式ホームが2番乗り場、3番乗り場と4番乗り場、5番乗り場となっている。1番線の隣には、かつての貨物ホーム、1番線と3番線の間の、 終戦は撤去されており、往年の繁栄を忍ばせる。以前は2.3番乗り場ホーム上に、キオスクと軽食屋が存在し、駅弁も販売されていたが撤退した。2014年3月15日バリアフリー化工事が完了し、古線橋と各ホームにエレベーターが設置された。かつては地下道で連絡しており、天井は非常に低かった。駅舎は、 鉄筋コンクリート作りの2階建てで1975年3月に完成したものである。かつては旅行センターも存在したが廃止され、跡地は駅長室になっている。直営駅で駅舎内部には緑の窓口や自動券売機が設置されている。現在は駅長と一般社員の未勤務で助役の配置はない。自動改札機はなく、守護課もエリア外で使えない。 宮古の城オフレイルステーションは、駅の南側にある JR 貨物のコンテナ周廃基地である。コンテナ貨物のみを取り扱っており、貨物列車代替のトラック便が1日号店を往復、鹿児島貨物ターミナル駅との間に設定されている。1986年11月に、駅での貨物取り扱いが廃止され、代替として、宮古の城コンテナセンターが設置された。 その後2006年4月に都の城、オフレールステージョンに改称した。駅で貨物の取り扱いを行っていた頃は、日本タバコ産業都の城工場などへの専用船が駅から分岐していた。柏飯斎都サイト城駅前に本店を置く、瀬戸山弁当が都の城駅前にも店舗を置いている。1955年から販売されている柏飯が有名で、 宮古の城駅の駅弁として紹介される場合もある。2018年6月現在では、大型時刻表にも駅弁マークが記載されておらず、現在は駅前での店舗販売のみ、主な駅弁は下記の通り、2019年度の1日平均乗車人員は1087人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、駅前には、 ホテルや大規模な商店などもある。都の城市街地は、西都の城駅が、最寄り駅。以下の施設は、当駅から 2km ほどの距離がある。かつては、JR 九州バス都の城線が運行されていた。九州旅客鉄道日報本線普通三股駅。都の城駅西都の城駅キット線。日向庄内駅都の城駅。ありがとうございます。